大学3年生と B1 を持つわけです。楽しく働きたい、企業価値上げたい、業種のパスになりたい、僕の理想の企業みたいな、めっちゃいいなみたいな。朝活をやっていきたいと思います。お願いします。専修大学3年の園健人です。今日は僕の就活をする一日に密着していきたいと思います。今日の一日の流れはこんな感じです。健人今何してんの？今 SPI クイズやってます。 SPI クイズって何？なんか毎日ジョグ TV さんから SPI クイズみたいなのがなんか届いてそれやってるんですよね。じゃあ SPI で一問一答が届いて毎日やってるみたいな、はい、そうですね。なんかがっつり SPI っていうの結構厳しいので。確かに。なんか毎日ちょっとずつやろうかなみたいな。今時間にちょっとずつ毎日積み重ねるみたいな感じ。あ、そうですそうです。偉いわ。あざす。偉い。今の就活状況を教えてもらってもいいですか？はい、5社エントリーして1社だけ早期選考に呼ばれたみたいな感じですね。それは何系の会社なんですか？コンサルですね、はい、すごい。まあ、しっかりしっかり就活してる。今就活やってるなんかモチベみたいなのってあるんですか？モチベはマジでないけど、なんか周りがみんなやってるの結構焦り、モチベというか焦りでやってますね。DS とかそんなに出してないみたいなの聞いたんですけど、なんか他になんかやってることってあるんですか？長期インターン頑張ること。長期インターンでめっちゃ強い学知が作って、それで就活成功させようみたいなイメージでやってます、はい。なんか就活だけじゃなくても人生をなんか本当に長期インターンで変えようって思ってます。かっけ。まあ、あとなんか OB 訪問もしてるみたいな聞いたんですけど。 OB 訪問めっちゃしてますわ。社員訪問は目的とかあったんですか？まあ、普通に業界分析とか現場とか聞けるんで、めっちゃ、はい、買ってますね。年収から業務内容から全部聞けるんで、めっちゃ OB 訪問おすすめですね。自分に合う業界とかを調べるために結構いろんな業界見てる。そうですね。なんかそこで結構自己分析とか自己理解とかも話して結構深まったりするんですよね。へー、結構おすすめですね。めっちゃ簡単なんで抹茶入れれば。偉いね。じゃあぜひぜひ、はい、すごい。今何してるんですか？業界分析してます。業界分析ってパソコンとかでやるイメージだったんですか？スマホでできちゃうんです。へー。 JobTV さんの公式 LINE からアンケートに答えるだけで業界分析ができるみたいなものがあって、それで業界分析できちゃいますね。へー。はい。でなんか僕はチャレンジ精神が豊富だそうです。向いてる企業とかあったら。向いてる企業はなんか楽天とかみずほリサーチテクノロジーズとかヤフーとかって言われました。そうなんですか。内定できるか分かんないんですけど、はい、でもそう言われ言ってます。はい。頑張ってください。頑張ります。今何してるんですか？今 ES 書いてます。何て書いてる？ノーションってアプリがある。メモをめっちゃ構造化して書くみたいな。メモの中の就活の中の例えば自己分析とか構造化して書くとなんかいい感じに整理できていいと思います。さっき箇条書きで文章にする前に書いてたと思うんですけど、それもそれと近い感じですか？うん、まずブワーって書き出してその要素を少しずつ足しながら文にしていくと結構いい感じに仕上がるって稲山さんが言ってました。へー、はい。ちなみにこの ES なんですけど、実はこの ES 対策ブックも使ってやってました。この形でこれを書けばいいっていうフォーマットがすでにあったので、これに沿って書いていただけたのですごく楽でしたね。箇条書きで言いたいことをまとめつつ文全体の構造はこれを使って書いていたのですっごくおすすめです。詳しい情報は概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。やばすぎる、やばそうすぎる。いただきます。うまっ素晴らしい。チーズなんてこんなにも素晴らしいんだ。将来大手行きたいとかさ、うん、そういうのはあるの？大手ベンチャー絞ってはないけど大手の方がいいのかなって思ってる。ベンチャー入ってみてやっぱいろいろ感じたじゃん。仕組みとかさ、自分で提案してガンガン進めていけるのもあるけど、まあ、その分なんかベンチマークが少なかったり正しい教育みたいなのが受けれなかったりすることもあるから、ちゃんとフォーマットみたいなのを勉強してから型を覚えてからね、型破ろうみたいな言いますやん、うん、確かに。だからやっぱ理想はメガベンとかもやるベンチャー。私も同じこと言おうとしたね。確かにそっちじゃないかな。でも今のところは両方見てる。うん、いろんな選択肢がある中でさ、うん、一番なんか重視してるところとかって就活の軸じゃないかな。面接って言ったんだけど、僕本当の軸で楽しく働きたい、市場価値上げたい、両親のパスになりたい、この3つかなと思ってて、岡本さんにめっちゃ突っ込まれたけど、そこはぶれません。順位とかない、全部取る。一番なんか他の就活生と違うなと思ったのが、うん、なんか親の助けになりたいみたいなところなのかなと思って、うん、両親が何か迷ってるとかってある？
そう、両親がレストラン経営してて、シンプルめっちゃ働くんですよ。朝6時とかに出て、帰ってくるの11時ぐらい、夜まで。めっちゃ働くけど、面倒見てくれて、弱音吐かないみたいな。むしろ元気なんですよね。朝とか6時に起きてるのに、グッモーニーとかも英語で言ってくれたら、怖い怖い怖いと思って、今その後半に気づいた。やっと、負けもんやと思って、こうやって。恩返しめっちゃしたい。うん、仲いいし。だからそのためにも成長して、なりたい。経営とか見たらめっちゃよくね。第一の時公認会計士目指したんだけど、それもそれかな、その軸。会計士って財務だけじゃなくて経営とかもいるし、法律とかもいるから、今日全然見れるから、そう、税金とかもわかるし、超強いじゃん。見れたら、そう。めちゃくちゃ頭悪かったから、第一志望が選手だったので、資格もしっかりしてるし、まあ、日東コマーセンって結構有名だし、まあ、なんか選手行っとくかみたいな感じで、選手行ったね。今何してるんですか？今帯訪問の質問内容みたいなところを考えてます。入念に準備されてるんですね。そうですね、質問内容は会社さんによって結構考えてて、その人とその会社の二軸で質問を分けて帯訪問させてもらってますね。はい、その人っていうのは具体的に、例えばその人がこの会社を選んだ理由とか、実際に働いてみてどんな感じなのかってところとか、うん、その人のキャリアプランとか聞くと、その人にとってのその会社の位置の部分が分かったりするのでいいのかなって思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみに質問対策だけじゃなくて、ジョブ TV さんの OBOG 訪問対策ブックも使ってやりました。結構基本的な内容から書かれていて、この時期から社員訪問を始めるよって方はすっごくおすすめなので、ぜひ使ってみてください。下の概要欄に貼っておくので、詳しい情報はぜひ見てみてください。ちょっと今から株式会社ベクトルさんのジョブ TV を運営している、入社して2年目の篠崎さんに OB 訪問をさせていただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、いや、あんまり良くなかったなというところあったりします。常に変化する目まぐるしい環境にはなるので、それにストレス感じる人ももしかしたらいるかなっていうところと、もちろん営業チームとか広報チームとかっていうのは決まってはいるんですけど、一つ企画が動き出すと、じゃあこれも一緒に、じゃあ誰々も一緒にみたいなところでアサインされたりはするので、そこはもしかしたらネガティブになり得るかもしれないなと思いました。はい、ありがとうございます。この会社にもし後輩が入ってとして、どんな後輩とかインターン生が欲しいとかだったりします？あ、受け身じゃなくて、積極的にこれやってみたいですとか、チームで何かを達成しようみたいな協力プレーとか、一つの目標にみんなで取り組むみたいなのが楽しめる人に来てほしいなと思っていて、常にいろんな人たちとコミュニケーションを取って働くので、まあ、そういうのが苦じゃない人とか、常に新しい取り組みみたいな感じなんで、そういう変化が楽しめる人とは後輩に来てほしいなと思って。ありがとうございます。 PR 業界のところも視野に入れて、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、ぜひ頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。してみてどうでしたか？僕の理想の企業みたいな、挑戦風土もあるし、大手の安定感のところもあって、なんかめっちゃいいなみたいな、へえ、ところがありましたね。はい、なんかめちゃくちゃ聞けてよかったです。はい、結構その第一志望群みたいなのに入ってきた？入ってきました。はい、PR 企業なんかいいな、良かったね。良かったです。はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に今日はすごい就活づくめの一日でしたね。いや本当に、はい、超頑張りましたね。マジで超頑張った。ケンティ、これからの就活のなんか目標みたいなのってあるんですか？はい、今月の目標がありまして、一社めちゃくちゃ心から行きたいって生きる企業を見つけるってところなんですけど、今回のベクトルさんめっちゃ良かったので、はい、そこも視野に入れながら本当に行きたい企業ってところを引き続き探そうかなと思ってます。いい経験になりましたね。はい、頑張ります。はい、ちょっと皆さんも頑張りましょう。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いします。さよなら。はい、ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。